った。いや。あ、疲れた。疲れたね。保育のロケ楽しいんだけどね。でもスケジュールが不規則だからさ。お腹の調子崩す時もあるよね。みんなこれぐらいのロケでどうしたの？レニ何もないの。規則正しい生活をしてるとお腹の調子もいい感じなんだよ。レニさん、これさっき楽屋に忘れてました。はあ。整えます、整えます。確かにこれは腸を整えてますよ。お腹の調子が良くない時、この黄体酸成長薬を飲めば腸の調子は絶好調。じゃあ今度3人で焼肉食べに行こう。行こう。いいね。無視ですか？ね、いい。ちょっと私も焼肉行きたい。食べたい。